体内川は、新潟県体内市を流れる河川。二級水系の本流。国道290号鼓岡大橋2007年5月5日、撮影新潟県体内市下、荒沢の飯出山地東十郎を山に源を発する。北西に向かい串型山脈を横断し、体内高原を流れ、体内市。 荒井浜と耐内市、笹口浜の境界を通り日本海に注ぐ。中流域以降の洗浄地では、夏の滑水域に川水が枯れて水無し川となることもある。副流水となり、洗浄地末端各地に湧水として湧き出る。耐内川は、元来、日本海岸近くで右折北上し、荒川の川口付近で合流していた。耐内川を荒川から分離する計画は、 強放年代からあったが、明治21年に耐内側放水路が完成して、直接日本海に流れ込むこととなり、残った流路が現在の大津大日川となった。1966年の7.17水害、1967年の8.28水害では流域に被害が発生し、特に校舎では、当時の中城町と黒川村で死者39名の甚大なものであった。 川の上流にある、佐竹の雪形、台東にちなんでいるとする説、戦場地域では伏流水となり、川口付近で再び現れることからの連想で、体内とついたなどの説がある。かつては、アイヌ語の、体内、または、トイ内を語源とするとされ、胎内氏が合併でできる際にも、体内は、アイヌ語で、清い水の流れを意味するというものが、町頼りに掲載されたこともあったが、 近年では、これは誤った言い伝えであると唱えられている。体内川漁業組合では、鮭の栽培漁業に取り組んでおり、下赤や養殖場にて採卵し孵化させた事業を体内川に放流している。2009年の鮭漁獲量は1098尾であった。体内川のダム分1、体内、第2ダム2、体内川ダム3、体内第1ダム4、奥体内イイダム、夏井島志向。 ありがとうございます。